こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は私が畑に使っている小川の水のことについてのお話をさせていただきたいと思います。畑のすぐ前は道路になってますが、その反対側に水路がずっとついてまして、それぞれの田んぼにお水を入れています。その水路というか、この小川が私の使っているお水です。お水はすごく澄んでてきれいですし、下まで透明に透き通っています。それと水路も土地改良区の方が年に 2,3 回水路の掃除もしていますので、水路はすごくきれいです。下に貝殻がちょっと細長い、これホタルの餌になるっていう貝だと思うんですが、その貝とシジミの殻も見えていますので、ホタルが住める状況にはあると思いますが、ただ水門で閉めたり開けたりしていますので、常時流れているというわけではないですので、ホタルがここで生育は難しいかなと思います。それではちょっと上の方に行ってみましょうか。この水路に沿って上の方に行きますと水口があると思いますが、その水口で開けたり閉めたりをしていると思いますけど、係の人が開けたり閉めたりしているようですので、勝手に自分で開けたり閉めたりしたことはありません。まあ、どこを行っても水路の水はきれいです。例えばお水の流れを変えるときには、このような鉄板で堰をしてこちらへ行くのを止めたりとかいうのはやっています。でもこれは個人が自分の田んぼに入れたいときにつけたり外したりしています。ここの田んぼはレンコンを作っています。これはお花に使う、なんていうかね、ススキの大きいやつ。北部側からここの小さい小川のこの水路にまず水を送りまして、これから私たちの小さい水路小川の方に流れていますが、この横が国部側ですので、ちょっと国部側の状態を見てみましょうか。ここ上がっていったら国部側、この堤防を上がると国部側になると思います。大きな川です。これが国部側です。お水はすごくきれいです。お水はすごくきれいで青々しています。両脇にはヨシが生えています。川も大きいですし、お水が絶えることはないです。この国部川のきれいなお水を使って、私の畑もいろいろと恵みをいただいてお野菜を作っています。大変ありがたいことだと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。你看。